皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。いきなりですけど、皆さん演奏中やアドリブ中、あとはですねドラマーとの4バースの時なんかにリズムや拍子の頭を見失ったという経験はないでしょうか。今回はそういった方のためにすごく簡単かつおすすめの練習方法を紹介したいと思います。いきなりなんですけども、こういった感じで拍を見失ってしまったりとか、あとはリズムを、見失ってしまうということの大きな原因はリズムが体で感じられていないということです。実は、このことに気づいたのは、僕がニューヨークに来て間もない頃にジョン・スコフィールド、スティーブ・スワロー、そしてビル・スチュワートという素晴らしいトリオをですね、確か、リンカーンセンターの、どこかで見たと思うんですけども、その時に、僕はすごく、やっぱこの体でリズムを感じることというのは大切なんだなというふうに思いました。このことについては後で詳しく紹介しようと思うんですけども、今回はこうして、リズムについてですねしっかりと紹介していきたいと思います。では早速いってみたいと思います。まずはですね、この動画で使ういくつかの用語について、簡単に説明したいと思います。いろんな場合があってですね、場合によってはちょっと定義が違う場合があるので、今回は、ここで、紹介する、定義、まあ、意味ですねということで統一したいと思います。まず、オンビートとオフビートという言葉を使います。でオンビートというのは、まあ、4分の4拍子を今日はちょっと中心に進めていくんですけども、この 1,2,3,4 という、それぞれの、ビートのことをオンビートと言います。そして8分音符に分けた時に 1N、2N、3N、4N というふうに言う時のエンドの部分をオフビートと言います。そして次はダウンビートとアップビートです。ダウンビートとアップビートもですね、場合によっては1拍目と3拍目をダウンビート、そして2拍目と4拍目をアップビートというふうに言われる方もいらっしゃるんですけども、今回ここの中ではダウンビートは1拍目、そしてアップビートはダウンビートの前に来るビート、言い換えるとこの4拍目のことをアップビートというふうに今回は統一していきたいと思います。あと動画の中でですね、まあ弱拍強拍という言葉も使います。まあ弱拍というのは4分の4であれば2拍目と4拍目、そして強拍は1、2、3、4という感じで強いこの3と1と3ですね、この意味の使い分けでこの動画を言ってみたいと思います。では、リズムについてですね、このそれぞれのビートの意味が分かったところで、ここからは、実際に、スタンダード曲、そうですね、Fly Me to the Moon を使って、曲を使いながらこのリズムを鍛える、3つのステップを紹介していきたいと思います。まず初めのステップなんですけども、やはりこれは、その今言ったタン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 というこのそれぞれのビートの意味が感じられるように練習するということです。1拍目があって2拍目が3拍目に行く、そして4拍目は1拍目に戻るという感覚を練習します。そのためにはですね、まあまあ2フィールというか2拍ごとに弾いてもいいですし、あとは4つ切りでもいいので、ちょっとまず最初の半分は2つ、そして次の半分は4つ切りという感じで行ってみたいと思います。そうするとですね、そうですね、Fly me to the moon, ta ta ta, ta ra 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 ra, ta ra 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 ってこう戻っていく感じですね。ta ra ta, ta ta ta, ta ra ta, ta 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 ta, ta ra ra ra。ここから4つにします。2は3に行って4は1に戻る感じですね。という感じです。今、弾いていてちょっと聞いていて分かったかもしれないんですけども、よく例えばまあハイハットが2拍と4拍にあるので、2拍目とか4拍目を強く弾くっていうふうに、まあ、思いがちな場合もあると思うんですけども、実はやはりそれぞれのビートがそれぞれに重要です。なので強い弱いとかっていうことじゃなくて、頭で考えるのではなくて、やはりその体の動きでタラタラタタってこう戻ってくるような感じですよね。なんて言うんだろう、
4が1に戻ってくる感じ、そしてまあできれば2が3に戻るような感じ、これを意識するという方が、じゃあ2と4を強く引くとか、まあ、なんて言うんだろう、頭で考えるよりも絶対いいと思います。続いて、2つ目のステップなんですけども、これはですね、やはりそのビートがですね、しっかりとこう入ってきたら、それをもとに、自分が弾きたいように、弾くという、練習方法です。なので多少まあルースな感じになると思うんですけども、ルースというかその、オープンな感じになると思うんですけども、ワン、ツー、スリー、フォー、ファミトゥーダーマン、ダダ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 ダ、なんて言うんだろう、2と4がこう戻っていく感じ、アップビートですね、4が1に戻るという感じは大切に、弾くことが大切だと思います。では、3つ目の練習方法を紹介したいと思います。3つ目の練習方法はですね、この、やはりそのアップビートからダウンビートに落ち着くこの1がやっぱり解決ポイントになるんですけども、そこをずらしていくという練習方法です。ちょっとここをまた見てほしいんですけども、やはり1、2、3、4、1というふうにここに解決します。なのでまずアンティシペーション、ちょっと、まあ、シンコペーションとかアンティシペーションというふうに言ったりするんですけども、アンティシペーションの場合はですね、この1を弾くんではなくて1、2、3、4、1、2、3、4という感じでわざと4の、アップビートのところに解決するような感じで持ってきたりとか、あとは反拍出すことですね、まあ、シンコペーション1、2、3、4、1、2、3、4、1、2というような感じで前に出すこともできます。もちろん、もし、なんていうんですかね、まあ、いろいろとやりたければ例えば3拍目に置いたり、3拍目の裏に置いたりすることもできます。ただ今回ここでは4拍目と4裏をちょっと紹介したいと思います。あと、その1拍目に置くのではなくて反拍を遅らしたり、あとは1拍を遅らしたりということもできるので、ちょっとですね、またすいません、フライミートゥザムーンを使ってやってみたいと思います。まずは、4拍目に置く感じ、この感じをですね、ちょっと最初の方でいくつか何個かちょっとやってみたいと思います。1、2、3、4、フライミートゥザムーン、タタタタタン、トゥン、トゥン、トゥン、わかりましたかね、タララララララ、この自分がですね、4から1に戻る時の4のところにわざと置く感じです。なので聞こえ方としてはやはりガーンときますが、体の動きには、タラタタ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 タって感じで、タラララララララタタタタタ、その自分の体が戻ってくる時に、1、2、3、4という感じで置く感じです。次は4拍目の裏に入れる感じですね、まあ、反拍こう前に出てきた感じ、これはですね、今さっきやったその4拍目に置くというよりは少し、なんていうんですかね、まあ、シンコペーションというような感じで聞こえると思います。タラタタ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 、同じようにやはり前には出すんですけど、すいません、こうですね、前には出すんですけども、1、2、3、4、1、2でも体の動きはやはりその一定を保つというイメージですね。この戻ってくる感じ、それは一定に保つという感じです。そして、あともう2つやりたいんですけども、ディレイドレゾリューション、まあ遅らせるっていうことですよね、その場合は Fly me to the moon、 タタタタラララララ、今のもですね、やはりその1、2でした。もちろん反拍だけやるとですね、なんとなく1、2、3、4という感じになって、まあ、シンコペーションに近いような雰囲気が出るんですけども、これもちょっとやってみたいと思います。タラタタ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 タ。ですので、こういった感じでその自分の解決ポイント、まあ、3、4の4のところから1に戻るときにいろんなバリエーションを練習するとですね、
まあ演奏中にですね、例えばドラマーがチンチキチンチチンタンタンタタンっていう風にやった時とかも、しっかりとこうグルーヴに対応することができると思いますし、自分が、伴奏する時なんかにも、そのソリストの、もうこのなんていうんですかね、リズムの感じに合わせて自分がこう自由自在にコントロールできるようになると思うので、そういったことも、意識しながら練習してみるとかなりリズムがしっかりとするんではないかなと思います。では、最後にですね、まあ、あの冒頭でも言ったんですけども、ジョン・スコフィールド、スティーブ・スワロー、ビル・スチュアートを見た時の、まあ、僕の体験談を話したいと思います。実はですね、僕もやはり、ジャズを演奏して、やっぱ素晴らしいドラマとですね一緒に演奏すると、まあ、ドラムのですねドラムソロのこのどこやってるか分かんなくなったりとかすることもやはりありました。まあ、そんな時にはですね、まあ、いろんなところを聞きながらなんとかこう戻って、なんとかその場をですねしっかりとこう演奏するようには意識をしていたんですけども、やはり、心のどこかでですね、やはりその1、2、3、4というふうに数えて、その1で戻ろうっていうような意識が強かったと思います。ただそのジョン・スコフィールド、スティーブ・スワロー、ビル・スチュアートの、トリオのライブを見た時にですね、まあ、ビル・スチュアートがもう本当に考えられないようなドラムソロをしている時に、ジョン・スコフィールドはなんかこう体をくねくねさせてこうあのギターは弾いてなかったんですけど踊ってました。まあ、対照的にスティーブ・スワローはもうなんかこう座ってこんな感じでいたので、まあ、あのすごく面白い、まあコントラストだなと思って見てたんですけども、ジョン・スコフィールドはこんな体をくね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 というかこうダンスで踊るような感じで聴いてて、そのジョン・スコフィールドの体の動きに合わせて自分の体を動かしているとですね、ビル・スチュアートのそのドラムのソロがですねすごいなんかもう考えられないところにアクセントがついたりとか、すごい、まあ、ポリリズムというかいろんなリズムがあったんですけども、なんかその自分 の, あのリズムの触ったところないところをですねしっかりとこう触られてるような感じというか、その自分の中にしっかりとこのタイムを感じる体の動きというのができたなというふうに感じました。ですので、まあ、その経験からですねやはり自分が大切だなと思うのは、やはりそのリズムというのは体でしっかりと感じて、まあ、頭で考えないということが大切だと思います。ですので、例えばあの弱拍が強拍がというふうに、まあ、考えるのではなくて、まあ、今回そういったことも紹介したんですけども、一番大切なのは体の動きだと思うので、その体の動きを意識しながら、いろいろとですねリズムを感じれると、いろいろと本当にリズムもですね飛躍的に良くなると思いますし、自分の弾くフレーズもですね、より、歌に近い、しっかりとしたフレーズになると思うので、皆さんその辺を心がけてみてください。あと、僕の YouTube のチャンネルに、スイング&ダンスだったと思うんですけども、ジャズがですねスイング時代、まあ、要はこのダンス音楽だった頃の、動画を集めた、プレイリストを作りました。動画再生リストなんですけども作りました。その中にはですねアフリカンドラムの、このなんていうんですかね映像があったりとかして、まあ、今日言った体を動かすというところにですねかなり、関連してくると思うので、ぜひぜひこの概要欄の方からそのリンクを見てみてチェックしてみてください。今回はこうして4分の4拍子にフォーカスして進めてきたんですけども、4分の3拍子だったりとか、まあ、5拍子7拍子といったそういった奇数拍とか、あとはまあ、あの 6拍子とか、6、8だったり、そんな他のですね拍子でもやはりその1、2、3、4、これと同じように1、2、3、1、2、3という感じで、そのふっとこうダウンになるところ、その前に来るのがアップビートという感覚で、そのそれぞれのビートにですね意味を感じながら、ビートを感じながら、そして弾くときにはまあその感じてはいるんですけども、それをもとにいろいろと発展させて弾くことで、リズムがですねより飛躍的に良くなると思うので、皆さんぜひぜひ試してみてください。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。